Hey guys, welcome back to my channel. This is the Swing of Building ってことでね、オリエンタルビレッジ第2弾だよねっていう話なんだけどね。まさかのね、スカイキャブ、さっきの、まあ、ロープウェイでね、行けるチケットの中に、この後ろの方にね、出てる、3D アートのミュージアムだったりとか、まあ、ちょっとね、いろんな施設の入場料無料の特典みたいなやつがね、リストバンドをつけてる限り行けるよねっていう話だからね。ではね、まあ、せっかく来たからにはね、まあ、行かないともったいないよねっていう話だからね。では、早速ね、今からね、この一番面白そうなね、3D アートミュージアムの方にね、行ってこようと思います。さあさあ、3D アート。これがね、エントランスなんだけど、なんか、外観、めちゃくちゃ立派じゃねえかよっていう話だよね。さあ、こっから入るのかな。じゃあとりあえずね、入ってみようと思います。あ、これあれじゃん、みんなが記念撮影使うやつっしょ、翼のやつ。早速入りましょうか。はい、あ、ワン、オッケー、サンキュー。さあ、何のチェックもなく入れた。まずはここでね、なんか靴を預けなきゃいけないみたいなんだよね。だからね、なんかやたら札がいっぱいあるよねっていう話なんだけど。さあ、早速ね、入場しましたか。一体何があるんだっていう話なんだけど。なんかトリックアートみたいなやつかな。あ、深いね、これは。別世界に行っちゃいそうだね。なんか、ちょっとね、立体的に見える。まあ、いわゆるトリックアートだよね。ああ、なるほどね。あ、すごいすごい。まるでね、もう、この U20 のためにモナリザが微笑んでくれてるよねっていう話だよね。なんかこれはね、俺の肉眼で見てもあんまり立体感ないんだけど、カメラで見るとすげえ立体感あるな。で、なんだこの、でかいリンゴは。さあ、そうそうそう。これは、これ一体何なんだ？あんまり 3D 感ないんだけどな。なんか別にびっくりするような仕掛けもあるわけじゃないし、まあなんとも不思議な空間だよね。そうだね、全然 3D 感はまあまあないよね。まあ、でもね、まあ全然このケーブルかロープウェイのこのチケットの追加でね、まあ来れる分にはまあいいのかなとは思うけどね。あとでっかいゾウさんが。あー、でもこれね、カメラで見た方が立体感あるんだけど、肉眼で見ても全然立体感ないんだよね。なんでだろう。これ単純にあれかな、写真撮影するためにこれあるのかもしれない。なんかね、今このスマホの画面見てると、え、すげえ綺麗じゃんってそう、逆にびっくりするんだよね。肉眼で見た時に結構しょぼいんだよ。何なんだろう、何マジックだろう。すげえ不思議なんだけど。さあさあ、このライオンのね、門をくぐって次へと進んでいきましょう。ここにもね、まあ雑誌があるんだけど、あ、これすごいな。今カップルが記念撮影してるとこ、これトリックアウトだね。なんか奥に何かあるように見せかけてなんか撮れる感じだから、胴体から下がなくなったかのように撮れるよね。まあまあ、ここはあれだね。なんか記念撮影をして、
まあ楽しむところだよね。あ、そうか、これ鏡になってんのか。そういうことか。なるほどね。なかなかトリックアートだな。アインシュタインがいたり、サーカス台があったり。うん。でも本当にそうだわ。これはね、写真を撮って、カメラ越しに見て初めてね、これは魅力がわかる感じだよね。さあさあ、このままね、ネクストゾーンに行きましょう。これネクストゾーン、このまばゆいネオンがあるから。いやー、これね、カップルできたら、そこそこ、なんか写真撮影とかで、それなりには楽しめるんだろうけど、俺一人で来てもね、もう本当に、単純にこれビデオを回すだけで終わっちゃうよねっていう話だよね。うん、いや、それはね、U20 だってね、翼授かりたいよねっていう話だからね。なんか、アリス・イン・ワンダーランドな感じだね、これは。ちょっとカオス感のあるアート。なんか、向こう日本っぽいんだけど、どういうことだよ。なんか、ジャンルの統一感すごいないよ。ここだけめっちゃ日本じゃん、うん、これも含めてカオスだよね。でこれはあれか、ベネツィアか。でこれはなんかよくわかんないけど、アマジョンみたいな、そんな感じだよ。さあどんどん進んでいきましょう。あ、でもこれね、カメラで見るとなんかすげえ立体感あるんだよな。肉眼で見ないべきなんだよね、多分これは。さあ、なんだ？あ、バックパックか。びっくりした。人倒れてんのかと思ったよ。観光客の方がトリックアウトしてんじゃねえかっていう噂だよね。さあ、モナリザと、あとはね、これはよくわかんないや。いやー、これほんと不思議だな。なんか肉眼よりもカメラの方が綺麗に映るっていう、この魔法が知りたい。なんでなのかわかんない、うん、この U20TV を見てるてめえたちもね、実際ここも合わせて来てみてほしいんだけど、なんかね、この肉眼とカメラのクオリティが真逆になるっていう不思議な感覚をちょっと味わってほしいかもしれない。カメラで撮れば立体感あるからね。この今撮影してる人たちもそうだけど、まあでも面白いね。なかなかどういう仕組みか本当よくわかんないんだけど、お、スフィンクスかな。で、これもスフィンクスか。ここはまあまっすぐ、これあれじゃない？ドイツのさ、なんかノイシューパンシュタインだっけ？行ったのに覚えてねえわ。さあ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 、おお、ここはすごい。エジプト、いいね。エジプトいいね。エジプト行きたいんだよな、マジで。いやー、これはね、なかなか、ここは肉眼で見てもまあまあ迫力のある絵だよね。で、こっちは、こっちもエジプトなのかな。まあ砂漠だよね。この水の感じとか、この鳥とかもね、すごいよね。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんかね、また不思議の森な感じになってんだけど、ネクストゾーン行きましょうか。お、カーってなってんじゃん。よいしょ。おやおや、
すげえこれ。暗闇で光ってる感じだね。あ、これはこれで面白いな。これちょっとカメラだったら暗すぎるのかもしんないけど、ちょっと暗すぎて何があるかわかんないよね、これは肉眼の方がまだいいや。でこれは何だろう、なんかよくわかんない椅子がこう照らされてる感じ。ここはなんか写真映えしそうだよね。次に行きましょうか。よいしょ。かわいい。かわいすぎかよ。あ、これなんだ、これさっきのロープウェイをなんかキャラクターにしましたみたいな感じか。で、よくわかんない人形とか、あと黒ひげ。これさ、さっきから思うんだけど、これカメラ越しだと飛び出てるように見えるんだけど、これ実は肉眼だと何にも飛び出てないんだよね。そうだからね、これどういう仕組みなのか本当不思議なんだよ。なんでカメラだとこう出っ張ってね、 3D に、本当に 3D になってる風に見えるのかっていう話だよね。さあさあやってきましたよ、ジャパンだよね。あ、これは面白い。これマジでトリックアートじゃん。これは出っ張りがある感じだね。もうすごいすごい、これすごいな。なるほどね。で、マトリョーシカ、ロシアの人形だよね。これはあれかな、これも一応 3D というか出っ張ってるから、ここに立って撮影できる感じだよね。で、ここもこの出っ張ってるトリックアートだよね。おー、深いね。なんだこれは。ちょっとこれ夜とかだったらすげえ怖いんだけど、これも怖いわ。で、フェニックスね。ちょっとね、フェニックスのタトゥー入れたいんだよね、左腕に。お、グッチなのか、よくわかんないけど。あと、これよくわかんない、ウォールオブフェイムって、これハリウッドのやつのパクリじゃん。なんか多分マレーシアの有名人のサインが多分いっぱい書いてある感じだね。ちょっとね、マレーシアの有名人とか誰一人わかんないから、すごいのかわかんないけど。あとは、あ、すごいすごい、アーティストのサインがまあ上にある感じ。で、ここにもう集落があるってことはもう終了じゃないかって話してる。じゃあ早速さっきのね、剣を渡して終了しましょうか。これはよくわかんねえな。なんなんだろう。まあ、これもちょっと出っ張ってる風な感じ見える。そして外に出てきたんだけど、なんかこういうね、よくわかんないガーデン的なのも楽しめるよね。そしてまたなんか天気雨みたいな感じになってんだけど、これで終わりかよ。どんだけしょぼいんだよって話ですよね。おまけでね、楽しめるっていう感じでね、まあここはまあ時間に余裕があるならね、行っといてもいいんじゃないかなっていう話だよね。 U20 はね、もう歩き疲れたよねって話だからね。前回の U20TV でね、まあ宣言した通り、まあ T ライブ来ちゃったよねって話してたね。まあそんな感じでね。まあ、かなりね、このオリエンタルビレッジも含めてね、まあ一日ね、楽しめるよねって話しちゃったね。まあランカー本当に、まあ来た初日にはね、まあ必ずね、まあここはもう来るべきだよねって話だよね。
うん、まあそんな感じでね、あのまたね、今後もね、まあ、ランカオリのね、まあ、滞在期っていうのをね、またこの有権企業としてね、また君たちに、ね、伝えていければと思うし、うん、またこの例えばね、こういうメジャーな観光スポットだけじゃなくてね、U20 にしかね、開拓できない場所もね、当然あるよねっていう話だからね、まあ、それを含めてね、また君たちにね、見せていければと思いますので、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、また NEXTU20 でお会いしましょう。See you!